クリスティアン・ストュアーニは、ウルグアイ・カネロネス県出身のイタリア系、ウルグアイ人のサッカー選手、ジローナ FC に所属している。ポジションは FW、ウルグアイ代表。2004年にラヌービオ FC でプロデビュー。2008年1月にイタリアセリエ A のレッチーナ・カルチョと4年契約を締結。同月12日のエンポリ FC 戦で初出場を果たす。 2008から09シーズンのタイエスエスローブルシエーナ戦でセリーエー初ゴールを決めるもセリーエーのスタイルになじめず1シーズン半で17試合の出場で1ゴールに止まった2009年7月31日ローン遺跡でスペインセグンダ・ディビシオンのアルバセテ・バロンピエに加入し2009から10シーズンに39試合で22得点を記録した 翌2010から11シーズンはプリメーラディビシオンのレバンテユーディにローン一席で加入し、以降ラシン・サンタンデール、RCD エスパニオールと一年ごとに移籍した後、2013年にエスパニオールに完全移籍。残留受け負い人として、各チームを一部残留に導いた。2015年7月16日、イングランドフットボールリーグチャンピオンシップのミドルスブラ、 FC に280万ユーロの移籍金で加入。2015から16シーズンを2位で終えたミドルスブラは2008から09シーズン以来のプレミアリーグ復帰となった。2016から17シーズン開幕第2戦のサンダーランド AFC で、ストアーニは2ゴールを決め、ミドルスブラに2008から09シーズン以来のプレミアリーグでの勝利をもたらした。2017年7月21日、 今季から一部に昇格したジローナ FC に完全移籍で加入。10月29日、第10節のレアルマドリード戦では、得点を挙げて、勝利に貢献した。2012年11月14日のポーランド戦で、ウルグアイ代表デビュー。2014FIFA ワールドカップ、2018FIFA ワールドカップ出場。コパアメリカ2015、コパアメリカセンテナリオにも出場している。 ありがとうございます。